動画、はい、いきます。今回18回目、4月12日がパンの日ということで食パンでやりました。難しかったっていう人、はい、簡単だったっていう人、せいじくんめっちゃ良かったんですよ。せいじくんめっちゃ自信あるらしいんですけど、じゃあ答えは、今回かなり難しかったので当然のように割れております。今回8名ですが4-4で割れております。真っ二つ、そういうの真っ二つ、ね、真っ二つ。初めてぐらいじゃないですか。初めてですね。こう、まあ、グスで、ね、やることがなかなかなかったんで、でも本当に真っ二つでございます。で、じゃあ早速分けていきますか。 A と B で結構俺は自信、俺も自信ねんだよね。今回ちょっと大波乱になるんで、じゃあ皆さんこちらへどうぞ。お願いします。じゃあ A の人をまずカウントしていきますね。 A そっち行ってくださいね。じゃあ A はまず自信があるという誠司君。はい。なんか、和斎さん。うわー、それもだんだんこれね。アヒル猫ちゃん。そして俺です。なんだこれ。あの顔、あの顔、違ったな、あの顔、違ったな、あの顔、間違ってないよね。いや、まあ間違ってないです。ただ間違ってないですよね。いや、ただ俺は全然自信がない、正直。なんか、これってさ、嘘、これ相当、いや、俺これ見た時にちょっとやべえなと思った。僕も思った。でもどっちがいい、まあどっちがいいか分かんないよね、これ。どっちがいいか、どっちがいいとか分かんないでしょ。でも、まあそっか、どっちがいいだか分かんないんだ。分かんないでしょ、だから分かんない。あー、というわけで、ダメだよ。いや、俺間違えた、絶対。まあ A だよね、こっちが。こっちがいいです。で、こっち B だよ。B です。ちなみに上田さんも結構自信満々でした。任せとけ。上田さんも結構ミスター伊勢丹。上田さんも結構自信満々でした。もしこれ間違ったら伊勢丹もういけないよ。いや、本当に伊勢丹禁止だよ。任せとけ。禁止だよ。唯一バターの風味に付いて言及したのが上田さん。バターが違うんだって。バターの風味について言及したのは違う。いや、今回はちょっと俺も全然自信がない。まあ、というわけでじゃあ下村さん、誠司君が自信あるっていう時点で俺は勝ってんだよ。ちょっと俺今回不安だな。今回不安だな。うわぁ、これ難しかった。いや、怖い。正解は A でした。ああ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 あ。今回さ、裏書かなかったでしょ。裏、いや、もうね、何も自分で信用できないよ。いやー、今回ちょっと、あー、いやー、これは乗り越えた。いや、これは乗り越えたね。よし。これが B だったんですか。あ、これ A が。これこのままですか。B。逆にしてるわ、これ。え、A が左だよ。A、B です。A、B だよ。固い方がいい。では、ザラザラが、ザラザラが B。ザラザラがファインマなんでしょ。ザラザラが B です。へぇ、あ、なるほどね。俺はね、ちょっときめ細かいのが A だとしたの。こっちだ、匂いが。完全にこっちだ。バターの匂いする。小麦香るっつってやるね、ファインマね。ファミマすごいな。やるわ。もう、偽りなしだよ。なるほどね。なるほど、もう。まあ、というわけで、今回、50% 正解ということで、結構、あれでしたが。そう。残念ながら、佐藤さんが、再び最下位に、連絡しました。よし、なんでも一番が一番。あー、マーガリンの匂いだ、これ。というわけで、また、じゃあ次回、ちょっとまた難しいやつやりましょう。きっしゃー。というわけで、18回目、ここの辺でお開きにしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。